ありゃかわいい。ラブラブタイムです。鼻はピンクでかわいいです。おはようございます。これはもうちょっと飲みかけなんですけど、青汁、ボコトでこの青汁、ゆで卵を食べます。ポンポンポン。今日はめちゃくちゃ天気が悪くてですね、大雨なんでお部屋もちょっとどんよりしております。そして私は低気圧に襲われて頭が痛いのでテンションは低めですそれもリアルということで、卵の賞味期限が迫ってて明日までとかやったから、まだ卵があるのでちょっとゆで卵を作ってみたりなんかしちゃいました。今日はオンラインでできるズームミーティング一件打ち合わせって感じなんで、引きこもりで行けるということで、今日はお家から出ずに過ごしたいと思います。もしかしたら冷蔵庫にあるものが少なすぎてスーパーにだけ行くかもやけど、それ以外は出歩かない、お家で過ごす日の食事 Vlog を撮ってみたいと思います。自炊したりとか、こういう家にある消費しないといけないものを食べていく。じゃーん。ゆで卵を作った理由はこちらの親父秘伝ガーリック味ソルトって言って、これはうちのスタッフもみんな好きでハマってるものなんですけれども、いつやったかな、本当に 2,3 年前ぐらいになんかの企画でカルディかなんかでお買い物した時に見つけたやつなんですけど、これを1個使い切れることはあんまりなくてですね、結構少量で味がしっかりしてるので、で賞味期限切れちゃってカルディ何回か行ったんだけどなくって売ってなかったんですよ。だからネットで注文して、それが昨日届いたので、これで食べるゆで卵はマジうめえ。これは食塩にんにく黒胡椒が入っているんですけれども、本当に蒸した野菜につけても美味しい、魚につけても美味しい、お肉につけても美味しいで、マジでめちゃくちゃ万能なので、これをつけて食べていきたいと思います。でなんか六助の塩つけるかこの塩つけるかが好きです。ゆで卵なんてあんまりお家で食べないんですけど、食べます。いただきます。うん、やっぱりこの塩は美味しいぜ。こんな感じのお塩、うん、黄身はパスパスが好きなんですけど、まあちょっとこういうとろっとした感じも好き。ただ白身は絶対にカチカチがいいので、私は8分くらいですね。めっちゃとろりの半熟かパサパサって言われたらパサパサが好きです。今日はなんかちょっと作業したら終わりって感じなの、多分ゴロゴロダラダラセリーちゃんと過ごしてネットフリックスでも見たいと思います。ネットフリックスで見てんのがあるんですよ、シーシポスっていう、あのパクシネさんがね出てるんですけれども、はい、可愛いですね。でもさ16エピソードで12エピソードの序盤なんで、あともうちょっとで終わっちゃうっていうか、今日って絶対終わっちゃう。なんかさ家におったらさなんか食べたいみたいになってさ食べちゃうやんか。でしかもまあ今食欲があるタイミングなので、よし頭痛いしなもちょいろいろ最悪なんですけれども、はい、今日はこんな感じでゆるーい食事 Vlog、 おうち引きこもりデーの食事 Vlog を撮っていきたいと思います。見て、お花がさ、じゃーん、この子ちょっとスポンジみたいなのに刺してるお花をいただいて、ちょっと元気がなかったので花瓶に移したんですけど、この子はもうピンクのお花ちゃんは3週間、うん、以上かな、お家で元気です。こちらはチューリップ、これはハッピーバレンタインということでお友達がくれたんですけど、この子も1週間くらいかな、もうすぐで。チューリップはちょっとね長持ちしにくいんですけど、
元気にいてくれるので、お花に癒されながらとりあえず寝ることやっちゃいます。じゃあまたお昼食べるとき撮ります。お昼ご飯はこちらの全部ヌードルを使ってパスタを作ります。シソとレモン、明太子のパスタを作ります。今日はすっきりバージョン、電子レンジで冷凍していた明太子を解凍中。はい、お昼ご飯できました。これは全部ヌードルで、明太子の、レモンパスタと、こちらはささみを茹でてたので、それと、余っているきゅうりと梅干しを和えたものです。食べます。チェリーちゃんは見守りたいです。はい、今日はですね、こちらのソファーのサイドテーブルの方で、お昼を食べたいと思います。じゃあいただきます。いただきます、チェリーちゃん。見守ってくれてますね。最近はチェリーちゃんにもささみをあげるから、ささみを買うことが多くて、こちらは人間用です。いただきます。うん、ヘルシー。ふるさと納税で届いた梅と、ふるさと納税で届いたきゅうりを混ぜました。最近よくおしゃべりするね。こちらのお皿は、青い糖で、かずはちゃんとお皿を作りに行った時のお皿です。こちらはですね、全部ヌードルって言って、お豆でできたパスタなんですけど、一人で食べるときはこれを使います。いただきます。うん、何を入れたかっていうと、ふるさと納税で届いたたらこと明太子が、あの個包装になって届いたやつなんですけど、明太子の方がご飯と食べることが多いから、たらこを今日は使いました。パスタ1人前にレモン半分汁絞って、明太子はお好きな量を入れてください。で、あとは、昆布茶をちょっとと、塩昆布とオリーブオイルです。で、シソとかをパラパラってしたらいい感じです。さっぱり食べれるのでおすすめです。豆嫌いやねんけど、これは普通のパスタって言われて全然わからないので、自分の時はこちらのパスタを食べております。美味しい。クリーム系のパスタ明太子もすんねんけど、明太子と牛乳とかバターとかで、今日はちょっとその重い感じだったので、さっぱり食べれるように、そしてなんか冷静になってしまった、冷静パスタになっちゃった。食べ応えがあるのでおすすめです。でもなんか一人でランチタイムにお家にいてご飯を食べるってことがあんまりなくて、ランチは仕事で外に出てたりとか友達と会ってたりする時間が多いので、今日みたいな日は珍しい。でもそういう時はウーバーするか、こういうお家にあるものを消費するかみたいな感じです。夜ご飯はどうしようかな。もうふるさと納税のやつがさ、一気にさあって消費できてないから、カニの足もあるし、あとはまあまあなんかちょっと食材っていうよりかはなんかアサイとかそういう感じが残ってるね。でもスーパーに行かなきゃいけなさそうですね。今1時半なんですけど、お昼食べたら作業をして寝てしまわないように、頭痛いからさ、寝たい気持ちあんねんけど、寝たら寝て起きて余計痛くなったりするからさ、微妙なラインですね。で、夕方にズームなんで、頑張って起きて起きたい。とりあえず今日のお昼は手作りパスタとささみときゅうりと梅干しの和え物でした。 Netflix を見ます。じゃーん、アイスラテを作りました。スタバのカップでスタバ気分。てか雨やばいですし、どうする。ゼリーちゃん、頭が痛いよ。
はい、今ズームミーティングが終わりました。ズームがあったのでちょっとあの肌を明るく見せようとピンクのスウェットを着てですね、メガネをかけてすっぴんごまかしをしましてっていう感じで髪とかを上げて、はい、なんとか終えました。まあ、唇の色がなさすぎて乾燥もしてたので、今日はこっちヘランの258万ピンクに合わせてピンクにしました。うるうるです。夜ご飯も何にしようかなと思ってて、これは見てくとなめちゃん彼がくれました。美味しいです。こんな今日もそうなんだから、なんかこの間さ、これマジで美味しいから食べてみてって言われて、でもなんか全然気分じゃなくて、いらないとか言ってたんやけど、ちょっと食べたら美味しかったので食べちゃった今。なんかシリーちゃんまたキッチンでクンクン言ってますよ。なんかマジでさ、天気が良くなくてテンション下がるって感じなんですけど、スーパーには行かないといけないので、スーパーに今から行きたいと思います。何にしようかな夜ご飯。餃子か唐揚げか、最近食べたいなって言ってたのがそのあたりだったんやけどね。何にしようかしらか、もうめんどくさいのでお鍋とかにするかちょっと迷ってるんですけど、全然違うものになるかもしれませんが、とりあえずスーパーに行って悩みたいと思います。じゃあ行ってきます。はい、スーパーから帰ってきました。今日の、夜ご飯は唐揚げにしたいと思います。なので、ちょっと味をつけておきたいので、そういう下準備だったりとか、もろもろやっていきたいと思います。今日のメインはじゃーん、唐揚げです。塩唐揚げにしました。いただきます。いただきます。これは最近山芋の短冊にハマってますね。これ健康やな。うん、えいちゃん美味しい。うん、食べてへんわ。いどうまやろ。なんかもう食べられた後ですけど、ごま塩キャベツと人参のたらこしりしりスナップ、サヤエンド、スナップエンドじゃないですけど、それのこれは味噌マヨ。ふるさと納税でさ届いたから、ちょっと消費しないとと思って、キャベツも人参も全部。うん、あ、これ食べて。うん、4時間ぐらい漬けてるから美味しいですね。美味しいですか。うん、唐揚げ屋さんやりましょうか。ふん、大きい唐揚げの方が好きなので大きくカットしました。お、パリパリ。うん、うん、もずくできましたよ。うん、あ、これは海鮮中華風スープです。めっちゃ簡単で、水好きなだけに、ホタテ貝柱みたいな、干し貝柱ホタテみたいなやつのなんか粉みたいなのがあって、中華スープの素みたいなのと同じようなやつの、それ入れて中華スープの素ちょっと入れて、で醤油とお酒と入れて、そのなんかベースのものを作ったら、海鮮、シーフードミックス入れて、ロスクスケの塩でちょっと味を整えて、卵を溶いて入れるだけです。最後に胡椒とごま油を入れてます。これはこれにディップして食べてくださいね。なんか筋は取りましたから。うん、唐揚げ久しぶりに作った。うん、うんうんうん。何を食べているでしょうか。じゃーん、板チョコのキャラメル味。美味しいよ。これはキャラメルが入ってるから好き。これは一人で一個食べれないので半分あげます。なんか今お風呂を湯沸かしてんねんけど、お風呂上がりに食べたらいいなと思うんねんけど、アイスは今日は明日撮影があるので
デトックスするために汗をわーってかきたいので、その後に食べると罪悪感があるので、でも甘いものは今日はなんか食べたかったので、お風呂入る前に食べて汗を流せば、おー Bless you Thank you いいでしょうっていう作戦で今食べてます。やばい、じゃこの、うん、気持ちいいね。怖いすぎやろ、めっちゃこんな風にないね。はい、ということで、デザートも食べて今日の食事は以上となります。はい、今日は一日引きこもりデーというか、天気悪いしリモートでいいしっていう予定がないので、勝手に引きこもりになったっていう感じなんですけれども、ふるさと納税だったりとかで、使ってない食材があったので、それを消費することができたので良かったかなっていう感じですね。なんで珍しく朝昼晩自炊しました。まあ、時間があるときは料理するのが好きなので、自炊するんですけど、はい、もうすぐお風呂が来ますね。ウーバーとかしちゃいがちなんで、しなかったから、よしとします。はい、参考になるか分かりませんが、献立の参考とかにしてみてください。みんな、唐揚げが食べたくなっただろう？はい、じゃあ、お風呂がもうすぐ沸きますということなので、お風呂に入って明日の準備をして寝たいと思います。また食事 Vlog 撮ります。バイバーイ。おやすみー。